羽生一郎は、日本の美術評論家、文芸評論家、和光大学名誉教授、宮城県仙台市生まれ、旧制第二高等学校卒業、東北大学文学部卒業、東京大学大学院で美学を学ぶ、大学院在学中、岡本太郎、花田清輝てる、安倍工房らの夜の会に参加。 1953年、軍国少年だったことへの反省から、日本共産党に入党したが、1961年、60年安保闘争時の、時の共産党の指導方針を批判して除名される。反権威的な美術評論、文芸評論で活躍、日本芸術院批判の急先鋒でもあった。1970年の大阪万博に反対。 第三世界にも目を向けた活動を行った。新日本文学会の活動にも積極的に参加し、2005年の会の解散時には議長の任に当たっていた。国際美術展などのプランナーとしても活躍。ベネツィア・ビエンナーレ、サンパウロ・ビエンナーレのコミッショナーを務め、2000年には韓国で開催された公衆・ビエンナーレの特別展示、芸術と人権で日本人として 初めてキュレーターを務めた。2002年、自由な作品発表、批評の場として来場者による参加型のアートスポット、芸術キャバレーを設立、戦争と芸術のテーマで連続講座を開催するなど、積極的な活動を行う。また、ドキュメンタリー映画、日本心中、波竜一郎、日本を丸ごと抱え込んでしまった男へ出演し、話題となった。 多摩美術大学教授、和光大学教授、岡山県立大学大学院教授などを歴任。美術評論家連盟会長、原爆のズマルキ美術館館長、金津創作の森館長なども務めた。2010年5月26日、川崎市で、急性心不全により逝去。ありがとうございます。